練習のポイント、シにフラットをつけます。右手はリズムが難しいですので、 YouTube などで再生速度を下げてアゾさんが歌っているのを聞きながら一緒に弾いてみるとリズムが解読できると思います。またね。